夜更かしなんですけど家族みんなで見てて、なんかアイドル好きだったけど乃木坂はあんま知らなくて、でもなんかそれがずっと突っかかってて、その数秒の出来事が。でさ、なんだろうな、オーディションの締め切り日の時に、やばいこれ受けないと私やばいかもと思って学校から走って帰ってっていうのが、なんか運命的な感じでしたね。アイドルやりたいとかっていうよりかは、それで受けました。私は、乃木坂46を卒業します。時期は本シングルの期間中かなとは思ってます。例え方して伝わるか分かんないですけど、1たす1が2なんて誰が決めたんだって話なんですよ。